はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます、安田でございます。白血病闘病生活の気晴らしにね、自宅から動画を配信していきます。先日の通院の日にね、歯科口腔外科にてですね、以前よりこう前歯が欠けてたところをね、治療してきました。歯が欠けてたところっていうのはですね、何かを詰めなければいけないのでですね、その詰め物をするにあたって元の歯とね、色がね、変わるんだろうなぁと思ってたんですよ。思ったんですけど、なんとね、色を合わせてくれるんですね。歯は白いイメージがあるんですけど、その白さというのは十人十色でございますので、それぞれに合わせて色素をね、調合するんですかね、こうね、混ぜてね、僕ら美容師のヘアカラーのように、同じような感じかどうかわかりませんけども、違和感なくね、綺麗な前歯になりました。皆さんにお披露目したいところですけども、おっさんの前歯なんて誰が興味あんねんって感じなんですが、マスクをね、取ることがまだできないので、そのうちはマスクは必ず外しますので、その時にチラッとこう見えた前歯がね、あ、これやなって感じでちょっと思っておいてください。ね、今日はね、嬉しいお知らせでした。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思ってもらえましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてね、このチャンネル、この動画がよりたくさんの方々に届きますことを願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気でーす。